キノコ軸としますね。しびれませんか。はい、はい、終わりです、はい。今日県内では土佐市民病院と伊南病院で新型コロナワクチンの医療従事者向けの優先接種が始まりました。このうち土佐清水市の伊南病院では65人が接種を受けました。検査ピリッときませんか。大丈夫です。痛くないですか。ちょっと刺した時に痛いぐらいです。終わりました。はい、ありがとうございます。打った後はすぐそばで15分ほど待機し副反応に備えます。すると一人横になる人が。気分不良。気分が悪い。じゃあ、残りの人順番に入っとってください。ショックではなってないから。この病院では体調不良を訴えた人が2人いましたが、重篤な症状ではなく安静にするだけですぐ回復しました。医療従事者用の優先接種では県から10の医療機関におよそ1万回分のワクチンが割り当てられています。伊南病院は今回全職員分のおよそ200回分を分配されていて、あさってまで1回目の接種を実施、さらに3週間後に2回目の接種を行う予定です。この収束に向けて足がかりになればと思って打たせてもらってるんですけど。医療従事者用の1回目のワクチンは1回目分のワクチンは今週中にすべて届く予定です。